はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日効率です。サムネイルでわかると思うんですけど、もうちょっとね、なんならサムネイル見て、いや、今日の動画、面白いのか、ぴょんぴょんばったか、ちょっと見るのやめようかなんて思った視聴者の方はいるかもしれませんが、これもね、一つの、ネタとして、僕がやっぱ毎日やり続けていく中で、こうしてネタをね、考えて、どうしても、ネタが尽きてきちゃうっていうのがあるので、これも紹介させていただきますよ。ごめんなさい。こちらですね。だから、本当にでも、ぴょんぴょんバッタだし、このウサギのシールのウサギもね、実際に飛ぶ動物ですから、そういう意味では、なんかすごい忠実なおまけなのかななんて思いますけど、無理あるよね。無理あるよね。こうサムネイル負けしてる分、こうトークで挽回しようかなって思ったけど、ちょっと無理があったね。で、これでも、色コンプリートしてるんだけど、バッタ。こんな感じで。これ若干色違うかなと思ってね、集めてたんだけども、一緒ですわ、なんなら。で、この水色と、黄色と、そして、黄緑色。この3カラーですね。で、前に紹介したものは、こんな感じでね、ぴょんぴょんバッタこれ、全部ダブリのものなんですけど、こんだけいっぱいあるとでもなんかいいね、逆に。いっぱいありすぎて。逆にいいなって今思っちゃった、自分で。こんな感じで。わーって。何個あるこれ。めちゃめちゃあるんだけど、前紹介したのはこの一番最初のテントウムシかな？テントウムシのやつ。で、このテントウムシの後に、このね、ウサギとカエルとカンガルーのシールが登場したわけ。で、今回は、このウサギを紹介したんだけど、見てこれすごくない？ちょっと今若干もうここら辺の部分にカエルのシールとかカンガルーのシールがちょっと映っちゃってるかもしれないんで、ネタバレしちゃってるかもしれないんですけど、こんな感じで。でもやっぱりね、なんだかんだ言って俺この一番最初のテントウムシが好きかなーなんて思ってます。もうよく見てほしいんですけど、可愛いですよね。これちょっと汚いんですけど、最初から汚かったです。おまけから出たとき。おまけから出たとき。怖っ。箱からね。箱から出たときとおまけから出たときって意味合い違うからな。例えば仮に、これが無精人だとして、こっからもう、匂いって出てくるっていうことだからね。うわ、すっげえ、うわ。気持ち悪。なんかさ、こういう東大生いるよね。ちょっと言葉間違えただけでさ、はい、それは違います。だから、アルファとベータの曲線が、交わったことによって、信号機が青に点滅します。その時点で渡って、そこでは大丈夫なんです。でも、その次にベータの破線がこういう風になって赤信号になります。そこであなたは止まらなきゃいけなかったんです。そこで信号の白い白線を渡って一歩一歩右足から歩き出すんです。これは人間の心理から考えると、右足から出すっていう本能が原始時代からそうなってるんですね。はい、みたいな。めちゃめちゃ気持ち悪い。で、逆に今の東大生何言ってんだ、めっちゃアホじゃんっていう感じでね。俺が考えた架空の、東大生なので、もう東大生を もうバカにしたという、とんでもないコレクターなんですけど、ごめんなさい、東大生の方が見ていたらね、まず、東大生の方が見ている確率めちゃめちゃ低いと思うんですけど、バカにしてるというかね、なんかこういう、めちゃめちゃ、もう全部理屈で言っちゃうみたいな、感じで今喋っちゃったから、ちょっと例えで言ったんだけど、これ何個ぐらいあるかね、今、画面に映ってる、ぴょんぴょんバッタシリーズ。すごいよね、これ。うわー、こんだけあるとなんか、めちゃめちゃ安いもんを駄菓子屋かなんかで卸値で仕入れたのかこいつみたいな感じで思われるぐらいの量なんだけど、そんなことなくて、もう9年集めてるコレクターだとこういう量になっちゃう。しかもダブリだからね。これだってもうコンプリートしてるのはまた別で保存してて、ダブリだけでこんだけあるっていう。崩れちゃった。ダブリだけでこんだけあるっていうのがすごいなって。だからやっぱり、なんか何事も続けると、すごい逆に後々帰ってよかったななんて思いますよ。俺もほんと、ふとしたきっかけで、笛ラムネのおまけを集め始めたんだけど、ちょっとね、やっぱり続けててよかったなっていうのしか思わないし、
今後もね、もうずーっと続けていくつもりではあるから、まあこの YouTube もそうなんだけど、まあその中で、まあいろいろ皆さんとも交流できたらいいななんて思ってるし、まあ自分のやっぱり息抜きでもあるんですよ、YouTube って。まあ YouTube 以外にもいろいろやってるんですけど、まあ大学生なんで、まあ勉強もそうですけど、まあアルバイトもしていたり、まあいろんなこともしますよ、他に。フィギュアを作ったりっていうこともしてるので、そうですね。まあちょっと趣味で会社やろうかななんて思ってるんですよ。もう会社っつっても、もう大したことないんですよ。もう全然、もう株式会社なんとかと、もう株とかないんで当たり前ですけど、もう本当に、だから会社って名乗って好きでやってるだけなので、もう誰でもできるんですけど、まあ、そういったこととか、まあ、あと釣りもしたりしますよ。本当にいろんなことしてる、アウトドアなこととか。まあ、キャンプもいいななんて思ってるしね。いろいろ。本当にいろいろやってます。だから、そういったなんか、中で、様々な出会いがあって、で、そういうのの繰り返しが人生だと思ってるんで、まあ、今後も、今の悠々自適な、このライフを継続できるように、まあ、今はちょっとコロナの影響で、いろいろ制限されちゃってますけど、買い物行くときとかも、ちょっとあんまり外出控えようかななんて思うこともあるし、人混みは避けようとかね。ありますけど、まあそんな中でもね、楽しめることはいろいろあると思うので、まあ、皆さんもぜひ何か自分の特化した楽しいことを一つ探して、それを徹底的に続けることっていうのをやった方がいいと思います。そうするとやっぱりそれが、すごく自分が苦しい時とかに息抜きになったりとか、ああ続けててよかったなって思えることがあると思うので。まあ、この僕の言葉が響いてるかどうかわからないですけど、たかが笛ラムネの一コレクターの、もうなんか勝手に喋ってるもうことなので、もう全然聞き流していいんですけど、まあこんな感じで今回はじゃあ終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。Twitter とインスタでは笛ラムネを開封したり、笛ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方もよければフォローをお願いいたします。